ルフィ、ゾロ、ナミの3人は航海の準備を整えるためとある村に上陸する。その村で勇敢なる海の戦士を目指すウソップとグランドラインに入るため欠かせない海賊船ゴーイングメリー号を仲間に加え、一行は麦わらの海賊旗を掲げて意気揚々と出航した。次にルフィたちが訪れたのは海上レストランバラティエ。偶然の事故からレストランを壊してしまったルフィはバラティエのオーナー兼料理長ゼフに雑用を命じられてしまう。ゼフはかつてコックにして海賊船の船長を務めたという男で、凄まじい蹴り技から赤足のゼフとして恐れられていた。そこで副料理長を務めるサンジもまたゼフ譲りの蹴り技を使い、料理を粗末にする者は海軍将校でも蹴り飛ばすが、空腹の者には海賊であっても食事を与えるという男だった。そんなサンジを気に入ったルフィは雑用をしながら仲間になるよう誘い続けるが、サンジは頑なに拒否する。子供の頃ゼフに命を救われたことのあるサンジはその代恩に報いるため生涯レストランを守り抜くことを密かに誓っていたのだった。そんな折レストランに一人の海賊が現れた。イーストブルー最強の海賊艦隊を率いるドン・クリークである。すまん、水と飯をもらえないか。ほらよ、飯だ。すまん。いいレストランだ。この船をもらう。ゴムゴムの。野郎ども、腹が膨れたならレストランを奪いにかかれ。このレストランは俺たちがもらう。やりたくなけりゃおとなしく渡しやがれ。ゴムゴムの。国に飯を食わせてやるのがコックだ。だが飯をくれてやる筋合いはねえ。ナオさん、あいつら追っ払ったら俺雑用やめていいか。いいぞ、店を壊したことは帳消しにしてやる。本当にそれができればな。よし、やるぞ。ゴムゴムの。なんでコックも絶対仲間にする。かっこいい、欲しい。よし、向こうの船までひとっ飛びだ。行くぞ。ゴムゴムのロケット。よー、メリー。なんだ、行き止まりか。ゴムゴムのグランドラインに入り本日で帰った男、赤足のゼフ。まさか生きていたとはな。だが足を失った今じゃ蹴り技の達人もたかがコックだ。あれくらいで俺を止められると思うなよ。
あっちだ。体は悪魔の身の力だ。ああ、面白いだろ。それよりお前、仲間になってくれよ。断る。俺は店を守らなきゃならねえんだ。たとえ命を捨ててもな。やだ、断る。前が断ることを俺は断る。あの小僧、悪魔の身の能力者か。ご用だ、キャプテン。お前たち、ずいぶん腹減ってたんだな。もう船もボロボロじゃねえか。ほっとけ。俺たちは最大最強のクリーク海賊団だ。それが突然現れたたった一人の男に壊滅させられちまった。ゴムゴムのアイフル。鷹のように鋭い目をした、あの男に。宝の男、海賊王に俺はなる。守り抜くぞ。この船は俺たちのレストランだ。なんだ。何が落ちた。ドンクリー君、本船は切られました。そんなバカな話があるか。その剣でこの船を割ったのかい。いかにも。なるほど、最強だ。俺はお前に会うために海へ出た。何を目指す。最強。暇なんだろう。勝負しようぜ。哀れなり。